サミュエル・ダグラス・フリーマンはアメリカ合衆国テキサス州ヒューストン出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。現在はフリーエージェント。相性はフリーー。2008年の MLB ドラフト32巡目でセントルイス・カージナルスから指名を受けプロ入り。同年は参加のマイナーに球団でプレーした。2009年は開幕を A 級パームビーチで迎えた後、 AAQ スプリングフィールドカージナルスに昇格して、計41試合に登板した。2010年はトミー・ジョン手術及びそのリハビリのためシーズンを棒に振った。2011年は AAQ パームビーチと AAQ スプリングフィールドで計59試合に登板した。2012年は AAQ スプリングフィールドとトリプル AQ メンフィス、レッドバーズでプレーした後メジャー初昇格。 6月1日のニューヨークメッツ戦で初登板を果たし、同年はメジャーで24試合に登板0勝2敗、防御率5.40の成績を残した。セントルイスカージナルス時代2013年はトリプル A 級メンフィスでシーズンの大半を過ごした。メジャーでは初勝利をマークするも13試合の登板に止まった。2014年は途中からメジャーに定着。 主に左のワンポイントとして起用され、44試合に、当番、2勝0敗、防御率2.61、35奪三振を記録した。2015年3月28日に後日、発表選手とのトレードで、テキサスレンジャーズへ移籍した。4月5日に、ィーフとなり、15日に40人枠を外れる形で、参加の、AA、a a a 級ラウンドロックエクスプレスへ、配属された。その後、 5月13日にメジャー昇格した。この年はメジャーデビューイヤー以来となる部活に終わったが、リリーフ陣の一角に定着して、自己最多の54試合に登板。防御率3.05、投球イニングを超える三振を奪って、脱三振率9.4を記録するなど、まずまずのピッチングを見せた。2016年3月29日にリーフとなった。 2016年4月5日にトレードでミルウォーキーブルワーズへ移籍した。5月3日にディーフとなり、マイナー契約で参加のトリプル a 級コロラドスプリングススカイソックスへ配属された。10月3日に FA となった。2016年10月14日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2017年の開幕は、参加のトリプル A 級、グーインネットブレイブスで迎え、5月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は58試合に登板して2勝0敗、防御率2.55,59奪三振を記録した。アトランタブレイブス時代2018年は63試合に、登板して3勝5敗、防御率4.29。 58脱三振を記録した。2019年3月22日に自由契約となった。2019年3月27日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。開幕を参加の AAA 級ソルトレイクビーズで迎え、4月23日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。4月24日にリーフとなり、27日に マイナー契約で、AAA 級ソルトレークへ配属された。8月19日に自由契約となった。2019年8月21日に、ワシントンナショナルズとマイナー契約を結び、参加の AAA 級フレズノグリズリーズへ配属された。オフの11月4日に、FA となった。2020年2月12日に、マイナー契約で再契約した。7月22日に、 メジャー契約を結んで40人枠入りした。レギュラーシーズン終了後の10月13日に FA となった。ありがとうございます。